ヒストプラズマ症とは、心筋であるヒスタプラズマ、キャプスレイトムを原因とする感染症。同義語として、ダーリンム、SDGs。ヒストプラズマ症の症状は、非常に多様であるが、主に肺を侵す。時として、肺以外の器官を侵すことがある。これを波種性ヒストプラズマ症と呼び、未治療の場合には、致命的となることがある。ヒストプラズマ症は一般に、 免疫機能が低下しているエイズ患者に関与している。ヒストプラズマ症は免疫力が低下している人で最も一般的に発生する日和未心筋感染症である。ヒストプラズマ症感染症は鳥やコウモリの糞を含む土壌に通常見られるヒストプラズマカプスラタムの胞子を吸入することで発生する。ほとんどの人では ヒストプラズマ症感染は無症候性であるか、軽度の肺炎様症状を引き起こす。ただし、ヒスタプラズマキャプスレイト無法子への実質的、または再発性の曝露がある、または免疫不全の人は、慢性肺感染症、または発症性感染症を発症する可能性があり、治療を呼び、または入院が必要になってくる。ありがとうございます。